どうも皆さんこんばんちは、そちらです。絶対に笑ってはいけない。とっとっと、もう一回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 。どうも皆さんこんばんちは、そちらです。絶対に笑ってはいけない。とっとっとやっていきたいと思います。よし、言えた。オッケー。前回ね、2名笑ってしまったんですけども、今回はもう残り2枚しかないんだけど、これを死守します。必ず、必ず笑いません。さあ行きましょう。お、車を変えた話。もしもーし。あ、すいません。電話ちょっと出られなくてすいませんでした。ちょっと今トイレに行ってました。すいません。ああ、仕方ないですね。おいくつですか？私ですか？今30です。30歳。男性の方ですか？はい、そうですよ。車を変えた話ということで。あ、そうですね。まさかちょっと連絡いただけるとは思いませんでしたので、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ですね、私、車を最近買い替えました。声作ってますよね。いや、作ってます。ちゃんとしてくださいよ。朝起きたらこんな声になってました。はい、車を買い替えまして、はい、でですね、私まあ、駐車場を借りているんですけども、はい、5台あるところの1台借りてるんですね、はい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 、で5台あるところの1台で、あと残り4台は誰も契約をされておりませんので4台空いてるんですけど、はい、帰ってきたらですね、なぜかちょっと私のところに車が置かれておりまして。男性の方ですか？あ、そうです、はい、でそれを怒られてたので、まあどうしようかなと思って、隣の車空いてるのでそちらに置いといたんですよ、うん、でですね、すいません、ちょっとトイレに上がってきたばっかなんですよ。ちょっと息が上がってるんですけども、しょうがないですね。そちら、それはしょうがないですね、すいませんです、それは、はい、でですね、はい、他の車が置かれておりましたので横の駐車場に置いといたんですけど、はいはいはい、そちらでですね、1日置いてもですね、まだその車が置きっぱなしだったので、うん、まあしょうがないかなと思いまして、うん、まあ職場先に向かいました、はい、で帰ってきた時にですね、うちの車のところが一通になってるんですが、はい、近所の方がですね歩いておりまして、はい、でまだあそこの車のところって自分の駐車場のところに置かれてますかねって言ったら、あ、まだなんか車あったねって言われたので、またじゃあ横に置かなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、うん、喋り方が普通に戻ってますよ。すいません、トイレ上がってきたのでだいぶ今ピザを食べてたので、ちょっと、あ、今ピザ食べた、声が、はい、そう、だいぶ今息が、すいません、ちょっと今急いで飲み込んでたのですいませんでした。で駐車場に向かっている時に、犬の散歩してる近所のおじさんにですね、まだ車置いてありますかねって話をしたんですけど、うん、そしたら、でまた次の日置いといたんですね、横の車の、うん、で、あ、すいません、ちょっとどこまで、ちょっとすいません、急だったのでちょっと申し訳ないんですけど、話が全然くたくたになってしまって、ですね、そこ の, 犬の散歩してるおじさんのところでですね、まあ、車を買い替えたんだって話をしたんですね、よく、はい、この間、はい、で、またその車を置きっぱなしにされてたので横の方に置いといて、翌日ですね見てみたら、自分の車にですね犬の毛がすごいいっぱいついてまして、多分おじさんがですね、私車買い替えたのですごい見てたんだと思うんですよね、犬を連れて、なのでちょっとそれが怖かったっていう話なんですけど、すいませんでした。ちょっとなんかオチが全然できてなかったんですよ、すいません、はい、またお願いします。ピザ、すいませんでした。ピザ食べてください、続きの。はい、ありがとうございます、すいませんでした。はい、ピザ食ったらあんな声になるんですか？そうですね、ピザ食ってちょっとコーラで炭酸でやられてましたね、ちょっと声が。あ、じゃあ一回ちょっと炭酸飲んでもらってもいいですか？コーラを一気で飲んで、はい、なんか一回ちょっとコップ、はい、ビデオ2ありますよね、ビデオ。ビデオ、缶のコーラですよ。え？缶のコーラです。はい、だから缶のコーラ、あ、もうないんですか？半分以上残ってます。あ、じゃあその半分をちょっとビデオ2でちょっとつけてもらって、はい、全部一気に飲んで喋ってもらっていいですか？わかりました。はい、じゃあビデオまずつけてください。お願いします。はい。ビデオついてないですよ。あ、ビデオ、あ、ビデオにしなきゃいけないですか。ちょっと部屋めちゃくちゃ汚いです。いいですよ、いいですよ、いいですよ。またちょっとチャレンジさせてください。すいませんでした。ちょっとぐちゃぐちゃになってしまって、またお願いします。はい。はい、すいません。はい。何やったんごめんと。絶対笑えます。とかちゃん、絶対っていう絶対は絶対やられないからな。絶対笑えますって笑ったことない。こんにちは。こんにちは。あ、女性の方ですか？あ、はい。笑っちゃおうかな。もうすぐに笑っちゃおうかな。5000円欲しいんで。あ、はい、おいくつですか？あ、20歳です。20歳で5000円ゲットしたら何を買うんですか？犬の餌がもうあとちょっとなくなりそうなんで。いや、別に犬の餌5000円ないと買えないの？なんかそんなにお金ないの？母親がお金ないです。え、じゃあ犬どうするん？その この5000円がないと犬はご飯が食べれんってこと？あ、いや、別にそういうわけではないんですけど。そっか。
まあ、どうぞぜひね私を笑わせて犬にご飯をあげてください。じゃあうちの今年40の母親がちょっと抜けてる人なんですけど、自分のバッグドットのバッグ取ってもらう時も、つぶつぶ取ってやつぶつぶっつってすごい切れてくるタイプで、めんどくさいんですよ。なるほど、めんどくさいね。はい、で何年か前の朝に学校に車で送ってもらう時に、コンビニで朝食を買ってもらったんですけど、いいよ優しい。母親がお湯タップタップに入れたどん兵衛片手に車に乗ってきて、ほう、父親が車を発進させたら溝に車がガタンってなった拍子に母親の手に熱々のつゆがこぼれて、うーーーって父親にすごい切れてました。そういうお母さんだよね。そういうちょっとなんか天然じゃないけど、天然というか、めんどくさいというか、でその母親に影響されて父親ちょっと静かなんですけど、なんか言い返したら切れちゃうから静かなんですけど、あの車発進させて数分後に、いやわし今のは悪くないと思うでってボソって言って、ついつい笑ってしまって母親がさらに切れてましたっていうお話ですか。っていう話です。お母さんちょっと今いないんですか。お母さん今ちょっと父親が店出して、え、その手伝い行ってます。あ、お店やってんだ。はい。どこの県ですか。広島県です。広島で、私が広島の旅行行った時にはそこのお店にぜひ、ね、行ってみたいと思います。あ、ぜひ、もみ屋さんなんですけど、整体もみ屋さん。俺マッサージ相当好きね。マッサージ屋さん。そうそうそう、マッサージ好きですか。めっちゃ好きめっちゃ好き。ゲットコイマッサージって言うやん。あだから俺そう行くわ。じゃあもみ屋さん来てください。来てください、じゃあありがとうございました。笑わないのこんなんじゃん。友達に言って笑う話やん。友達に言っても笑ってくれないです。母親しか笑ってくれないです。お母さんに話しよう気になる何回も。これじゃ俺は笑わないよ、間違いない。そんなんで5000円もらえると思いなさんだ。犬もかわいそうだな。あー、ほんまよ。お疲れ様でした。ショックや。いや、もっと面白い話また持ってきてください。面白い話。はい、ありがとうございました。話つなげないでください。ありがとうございました。待って、ある。飛ぶね、この人。やばい、相当だるからして。待って。最後もやば。ちょっと俺が油断したらずっと話すやつばい、これ。あの、なんかアイコンがなんか自撮りの写真に変わっとる。なんか、この自撮りの写真あげていい？ちょっと。あ、OK です。って返事来た。俺、今の話されるよりも、私の面白い顔写真あるんですよ、こちらって言ってから、ボーンって出された方が笑った、俺。やばくないこれ。やべ鼻つぶれとるかこれやった方が絶対笑ったら俺。ああ、これ人違うん、この本人じゃないんや。あ、ネオちゃんっていう人なんや。知らないとごめん。本人かと思ったら違ったんかい。いいですよとか勝手に言ったらいけんやろ。なんでお前が OK ですとかいいよ。ちょっとビデオ撮ってしたいってやつが俺でいい。もしもし。あ、ビデオ撮ってどうぞ。これで大丈夫ですか。ああ、いいっすね。帽子かぶってですね。はい、帽子かぶって。まず帽子取ってもらってもいいですか。一回どうぞ。戦い好きじゃないかい。2ヶ月前だったら五輪でちょっといい感じになったかもしれないですけど。困った。今普通に笑ったよね。今俺普通に笑ったよね。部活やってて。いや、今普通に笑ってしまったよね。今そういえばこれやらかした。何なんですか。今ルールやから。しょうがないな。やっとマジか。うわ、普通に笑っちゃったよ俺。やった、普通の髪型でよかった。そうやな、普通の髪型でよかったな。何も面白くない。普通でよかったわ。やった、ミスった。あ、おめでとう。じゃあアマティフカード今から削って、あの番号送るけん。はい、もういい。じゃあバイバイ。あ、一応やっとくじゃん。一応やろうとしたネタやっとくじゃん。一応考えたんで。あ、考えたけど、どうぞ。さっき実況者さんのリアクションってあったじゃないですか、うん、で、あのうららさんのお友達の吉永さんで実況いるじゃないですか。言えてないよ。実況者って言って。言って実況者ちょっと待ってよ。言えと。あ、いいよ。で、吉永さんが死にゲー好きじゃないですか。歯並びめっちゃいいね。うん、で、その死にゲーで、あまりにも頭からあのれ、あの、あな、はっきり言えや。何アドレナリンが、アドレナリンが出て、うん、で、最終的に前半のリアクションよりもはるかに薄くなったリアクションを男子高校生風にアレンジします、うんうん、はい。お前さ、今日さ、あーごめん、ちょっと飲み物をおごってほしいからさ、ちょっと金貸してくんないっつって、金、ちょっと俺、
こんな感じです。ねえ、ねえ、なんでさ、なんでさ、髪型で受けて、ね、なんでさ、寝とるん？なんで横になって、なんで立って、なベッドに寝とるやろ、今それ。あ、寝とる、ちょっと、初めてのトツで、あ、緊張しとるけど、ちょっとリラックス。あ、リラックス、あ、リラックス、あ、リラックスのために、このベッドに、はい、あ、面白いな。あ、君またさ、次やるとき、うん？なってました？あ、いや、先いいよ、どうぞ。ん？え？なんかちゃん、じゃあ、あ、分かった、じゃあ俺から言うね。またさ、はい、1週間後、2週間後とかこの企画するときに、はい、なんかもっと、はい、面白いの持ってきて。あ、わかりました、うん、頑張ります。またね、バイバイ。はい、ありがとうございました。この人面白い、この人メモしとこう。やばい、あと1枚しかねえ。待って、早いぞ、早いぞ。本屋さんの話行くか。こんにちは。あ、こんに、え、あ、はい。はい、聞こえますよ。話してもういいですかね。どうぞ。僕今中学生なんですけど、はい、小学生4年生ぐらいの時に、小学4年生ぐらいの時に、はい、本が好きやったんで、うん、本を買いにお母さんにお小遣いもらって行ってたんですけど、うん、その時にまだ4歳ぐらいのちっちゃい男の子がいたんですけど、うん、その男この子がお尻かじり虫ってわかります？うん、わかるよ。で、はい、そのお尻かじり虫のお尻かじり虫っていう歌を歌いながら、うん、40歳ぐらいのおっちゃんのお尻に急にかじりつくっていうか、なんかガブって、はい、うん、かじりに行ってしまって、そのおっちゃんがびっくりしてたんですけど、うん、でそのおっちゃんが痛って言って叫んだんですけど、痛って言った、本当に言った、はい、ちょっと今持った、持った、ちょっと持った、ちょっと持った、ちょっと持った、うん、ちょっとだけ持ったね、ちょっとだけ、今、はい、痛とはちょっと言ってない、痛ぐらい、痛とか言ってないやろ、ちょっと持った、あ、痛ぐらいです、うん、ね、あ、それで、お母さんが飛んできて、すいません、すいませんって、そのお尻噛まれた人に謝ってたんですけど、うん、そもそも言ってないやろ、いたとか、なんか、あってから、あぐらいやったやろ、おいちゃんも正直言ってん？いや、いたって言ってました。あ、そこは譲らない。あ、はい。はい、で、そのおっちゃんが謝られてたんですけど、そのおっちゃんが急に、いやー、ありがとうございましたみたいな、なんか、お礼を言ってて、なんかちょっと。うんうん、怒らないんやみたいな、はい、以上です、ごめんなさい、なんか、いや全然いいんだよ、面白かった、めちゃくちゃ相当笑いよって今大爆笑、はい、めっちゃ声出して笑った、あ、そうですか、うん、これ5000円ゲットじゃね、くれたら嬉しいです。もしもじゃあもらったら何を買いたいかい？漫画とか。漫画何買いたい？ちなみに最近なんか友達の影響でアニメ見始めたんですけど、うん、なんか7つの大罪っていうアニメがあって、それが結構面白くて好きで、漫画で読んでみたいなと思って、なるほど、まあ、もしもらえたら買いたいなと思って。鬼滅の刃ってのも面白いよ、友達に勧められて見てます。ああ、そっか、欲しくなってきたね、5000円が。はい、俺実は笑ったんよ。え、ほんまですか？うん、うそ、笑ってくださいよ。どうやって？じゃあビデオ撮ってて笑わせてみる？ビデオですか？うん、じゃあちょっと待ってください。はい、頑張れ、お前やったら笑わせるよ俺を。なんか俺笑いそうな気がする。外カメで自分の顔に向けて、そう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 、あ、え、意外とイメージと違った。めちゃ太ってるんです。いやいや、可愛らしい顔しとるやん。ありがとうございます。うん、何歳？今年で15歳で中学3年生。じゃあちょっと笑わせてみて。ラストよ、この甘い風も。ここで笑わせないと君5000円ゲットできないかもしれない。じゃあボドカさんの大概にせよとかやっても。あ、いいよ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 、やってみて。ちょっと机ないんで壁に。壁に大概にせよね。はい、じゃあいきます。あ、え、なあ、見せて見せて。え、なんか、あ、わかった、あ、笑った、ごめん、笑った、ごめん、あげるあげる。ありがとう。あ、いいよ、じゃあ送っとくね、ちゃんと。ありがとう、バイバイ。はい、バイバイ。はい。やば、これはやばいよ、マジで。神回やろ。
どんどんやってか壁じゃないと。はい、というわけで今回のねスクライプとツーマッチマジおもろかったな。また次回もねこの企画やるので皆さんぜひぜひねチャンネル登録して私に挑戦してみてきてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた明日、バイバイ。